どうも、白石秀則です。このチャンネルは43歳の音楽家、そしてシンガーソングライターの白石秀則と猫3匹との生活や音楽経験談を話してみたり、バイグッバイが踊れるまでダンスレッスンをしていたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露しているチャンネルになります。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。いよいよ、今日からですね、あの日のザスト、見ていきたいと思います。夏頃からですね、ザ・ファーストを見てですね、その後時系列で BE:FIRST を追いかけるためにいろいろな作品を見ていたので、あの日のザ・ファーストなかなか見ることができなかったんですが、今日からザ・ファーストを見ていきたいと思います。はい、僕のチャンネルのスタイルはただただ番組を見てですね、ボソッとつぶやいていくスタイルになりますので、あの日のザ・ファースト、Hulu ですので、本当に今日もね、50分ぐらいのね、シャープ1ですので、ちょっと自己動画、シュールの動画になると思いますので、Hulu をご契約の方は一緒にポチリして、一緒に同時視聴していただけたら、そのね、自己動画から逃れられるかなと思います。まあ、あとは、感想だけ知りたい方はスキップして後半だけ見ていただくとか、していただけたらありがたいと思います。はい、あの日のザ・ファースト、シャープ1ですね。現在この画面になっていて、カーソルが0に合わさっています。じゃあ一緒に見ていきましょう。せーの、ポチリ。懐かしいね。あの日のザ・ファースト。呪論会ね。おー、二次審査ね。
かわいいな。うん、日高さんがね、すごい歌声だったよね。息がたくさん使えてるな。23位やったんやね。まだかわいいね。七色ホリデーね。張りがあるね、声に。素晴らしい。
踊りね。ああ、レオがいるんだね。ああ、アサヒくんね。そうだよな。この子この格好泣きそうになるね。朝日、わかるよ。Beautiful now。ここ。名前がかっこいいよね。池亀ジュノ。
えらい垢抜けてかっこよくなっちゃってほんと。マナティーやんけ。そうですか。え、どうやって？タラちゃんがモノマネ。今のタラちゃんか。チーム B ね。これね、サラブレッドなんだよね、意外とね。ベーシスト。
優しいね。ルイがまだちっちゃいね。
かっこいいな。ちゃんと顔も作ってる。ビーフリー照らし朝日昇る。ビーフリー今すぐ You need 夢を見ようよ。歌締め。今すぐに自由に夢を見ようよ。おお、すごいとこ行ったな。あ、アイソレだね。できないもん。アイソレ。ちょっと可愛いよな、スカイハイ。日高さん、
いい顔してる。すごいな。ジョルジョ先生いつもピントが合ってない。めっちゃ泣いたな俺これ見た時。かっこいい今の。放物線を描くか。その花を燃やせ。11人で一番丸々だったのは、11人の中で一番ふざけていた人は、マナティソウとも結構行くでしょう。しまおうって感じ。足音重いんだね。マナトやな。ルイが1位。ピリッとする。
いや、すごい顔してんな。みんなこけてる。ジュノの顔、顔よ。これいい曲だったよね。
小沢。竜兵の首、懐かしい。音が全然違うね。同じ悪夢も飽きてスポーツ。ゴー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 。すごい顔してる。何それ そうだ、すごい顔すな。
池上氏のしか勝たん。次回はシュンティ。はい、というわけで、あの日のザ・ファースト、シャープ1、ジロン回、見ていきました。ただただおっさんが、あの日のザ・ヒトを見ていくという回でございましたが、皆さん大丈夫でしたでしょうか？はい。まあ本当に雑草を見ていた頃の記憶というのがすごい蘇ってくるし、うん、この誰か一人だけをフューチャーしてぐーっとこう時系列で、ね、雑草の時系列でこう、オーバーラップしていく。いいですね。うん。で、やっぱ最後のコメントが全てかなと、自分の声を使って、ね、世界の切符を取りに行く、世界を取りに行くぞという、その自分の立ち位置をしっかり把握していて、自分の歌でじゃなくて自分の歌声を使って、うん、自分のその自分の武器、自分の立ち位置、自分がビーファスの人でどういう存在なのかっていうのをしっかり分かっているっていうのがさすがだなと。うん、そしてやっぱり、まあ、ソータもリョウキもそうだけども、ジュノンをしっかり理解していて、そういうウビーファーストやっぱ素敵だなと思うし、まあ、そこにね、ランレイ、ルイ君、ショータねいて、この合宿っていうのは本当に彼たちの人生を大きく変えた、よく変えた、絆も作った、それ以上に彼たちの精神面を強くして、考え方を広くした合宿だったんだなというのをちょっと思いましたね。うん、でもやっぱり初っ端からファルセットの息の使い方とかもすごいし、リョンリョン先生の回のね、顔の使い方、目の開き方もやっぱり素晴らしいものがあるし、口の開け方も素晴らしい、もうリラックスして力が入らない、そして、まあ、僕ダンス全然今やり始めたばっかりですけど、ね、24時間で振りを入れるとか、ね、朝日くんの気持ちもすごい分かったし、うん、なんかそのすごい努力が見える、そして褒められたらすごく嬉しくて、どん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 伸びていくジュノン、これからもどん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 伸びてね、スーパースターになってほしいなと思いました。はい、やはりジュノン魅力的な人ですね。またね、次シャープに見ていきたいと思いますので、ぜひ一緒に見ていただけたら嬉しいです。今日は あの日のザ・ファーストシャープ1ジュノン回を見ていきました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また会いましょう。白石秀則でした。ブン。